パイロットが搭乗して各あの機器あの調整あのチェックをした後、エンジンが始動してよしとなるとエナーシャー回せとなります。そしたらあの、ここの搭乗あの整備員ですね、気づき等があのエナーシャー回せ含め負傷をしてエナーシャーを回し始めます。エナーシャー回せ、この位置で実際当時は回しておりました。でなおこの機体にはもう外されておりますので、エナーシャーハンドルの穴はもうついておりません。あとクラッチの位置ですね、はい、でエナーシャー回せて、ここで2名で回します。エナーシャー回せ、クラッチが入ります。今やったのはあのコンタクトでクラッチが入って、これがあのプロペラシャフトに直結してるわけですね。で連結してプロペラが回り始めるとなっております。いやちょっといつもより多く回して息切れしております。すいません。